もちろん謝りますよ。この前チオが間違ってイフリートをぶっ倒したので、お土産を持って謝りに行きました。でもなぜかイフリートが逆にお土産を持ってきてチオに謝ったんです。チオにはよくわかりません。さっぱりですね。だってチオは梵天と喧嘩したことないですからね。チオと梵天はすごく仲がいいんですよ。チオの料理は美味しいですよ。この前にイフリートにご飯を作ってあげたら、イフリートがばったり気絶したんです。それぐらい美味しいんですよ。チオはみんなのために料理することがめっちゃ好きなんですが、みんなチオの料理を避けるんです。なぜでしょうね。あれ、親方、何か悪いことでもしましたか？悪いことしたら謝りに行きましょう。手土産を持っていけばバッチリだとチオは思います。